YouTube ビーストリップチャンネル DJ 山です。ただいまビーストリップはニューエラースタイルツアーの真っ最中、そして今仙台連鎖公演直前でございます。今回の MC はギターの You and Bass のルイ。 Stay with me now Radio The ビーストリップ。はい、というわけで今週はギターの You とベースのルイがはい、はい、お願いします。今日は札幌ですね、はい、初日イベント終わり、はい、イベントの楽屋で撮らせていただいてます。はい、だからちょっとね、そう、何雑音が、あ、そうだね、先ほどツイッターで、みんながメールくれないから、ラジザなくなっちゃうかもよって書いたの、そしたらすごいメールくれた、すごいね、すごいメールくれたから、ね、そう、今日は、あのちょっといつもの趣旨を無視することになるんだけど、そのせっかくみんながメールをくれて、しかも宛先も、ま、だルイと俺にくれてるから、その今日を逃してしまったら次のルイと俺までさ、あ、そうだよね、なっちゃうから、そうだからせっかくなんで、あの写真のなフォフォトト写真のコーナーなんだっけ、レディオザフォトトリップ、あ、レディオザフォトトリップとかも、あのみんなそれっぽい趣旨のも送ってきてもらってるんで、その中からいいの写真は1枚ちょっと見つけたんで、それをあのご紹介したり、みんなのあのメールをねバンバン読んでってバンバン答えていこうと思います。はい、早速お便りいきますね、こんばんは。こんばんは。よくルイルイとトウヤくんの2人組をリズム隊、ユウさんとウミさんをギター陣、トモさんとトウヤくんをセンターライン、ルイルイとウミさんをシモテーズ、ユウさんとトウヤさんをカミテーズと言ったりしますが、他の人たちの組み合わせは何て呼びますか。他の人たちの組み合わせというと要は、俺とちゃんとか、あ、そう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 、あと、トモと海とか、そう、トモと、あ、トモと海、トモ と俺、トウヤと海、ルイとユウは、その呼び名がないって言ってるの、確かにないかもね、そう、なんか呼び名ありますかって言うんだけど、他のはちょっとわかんないんだけど、ユウルイを巷の噂で、噂があんの巷の噂で、フェアリーズって呼んでる人たちがいるんですよね。なんか聞いたことあるな。あるよね。うん。そう、なんか多分空気感が結構緩めじゃん、俺ら。はいはいはい、はい。まあ、多分それとかもあるんだけど、そう呼んでる人がいますよっていうのぐらいだね。フェアリーズ妖精空気感だね。空気感だね。ゆるゆるになっちゃう時もあるからね。東野海とかは、なんだろうね。なんだろうね。ケンエン、ケンエンズ。ケンエンズ。マブダチ寄りだけど。マブダチ寄りのケンエンズ、ね。あ、そうだね。マブダチ寄りのケンエンズ、いいね。いいね。うん。ね、ちょっといろいろ考えとこうか。そうだね。今後じゃあ、ちょっと思いついたら、行っていきましょうか。はい。じゃあ次、ルイさん、ユウさん、こんにちは。こんにちは。毎週金曜日を楽しみにしています。早速ですが、新コーナーへのメールを送ってみました、はい、私の職場の先輩50代女性の話なんですが、先日飲みに行った場所でそこにいた知り合いの男性と喧嘩になり、髪を引っ張られて転ばされ尾脊骨を打ったそうです。怖っ。止めに入ってくれた男性がいたらしいのですが、収拾がつかなくなり警察を呼んだみたいです、この年でしかも女性なのに男性とそんなに激しい喧嘩をしたいということに驚きを隠せませんでした、喜怒哀楽には当てはまりませんが、あまりにも衝撃的なので送っちゃいました。お二人は大人になってから激しい喧嘩をした経験はありました、 ありますか俺の経験を言っちゃったもうすぐツアーファイナルですね、楽しみにしています。はい、えー、すごいね。ルイは激しい喧嘩ね、あるないですね。ないね。はい、次、新コーナー始動おめでとうございます、最近撮った面白い写真ということで一番にこれが思い浮かびました。お、どんなのでしょう。あれ、ピカチュウの性別を調べましたが、しピカチュウって性別があるんですねっていう話だったんだけど、へー、そうそう、これね、別に知ってたんですよ。知ってたんだ。そうそうそう、そう、オスは本当にただの雷みたいになってて、メスはハートの形、あ、書いてある、へー、なってるんで、そうなんだ。そうそうそう、これを載せるので、あの見てみてください。はい、次ね、
あ、これ、そう、これがちょっと俺が面白かったやつなんだけど、うん、こんばんは。こんばんは。新コーナーいっぱいお便り来てますように。最近の喜怒哀楽は咳が2週間くらい止まらなくてあばらが折れたことですかね。悲しかったです。なんか咳で折れちゃう人いるって言うよね。うん、でも折れるまで行くっていうのがね。あ、そうだね。ヒビなら結構ある。ヒビはね、俺もね、うん、あった気がする。そっか、折れちゃったのか。そう、折れるまで行くんだと思ってちょっと笑っちゃったね。あ、笑ったのちょっと驚いたね、驚いたね。で、治りづらいだろうからね。そうなんだよね。どうしようもないからね、あばら、ね、大丈夫なのかな。まだダメなんじゃないですかね。そうだよね、はい、お大事に。お大事に。はい、次に行きます。はい、ルイさん、ユウさん、こんにちは。こんにちは。最近嬉しかったことはビストリップさんがやっと福岡に来てくれたことです。約1年越しでしたが、無事にニューエラスタイル開催することができて、私も参加することができて本当に幸せでした。はい、しかも一番大好きな曲ストロベリーバタフライが聴けて本当に嬉しすぎて、うん、幸せすぎて泣きました。はい、また福岡に九州に遊びに来てくださいね。待ってます。はい、すごい温かいメールだからちょっと選ばせてもらったんだけど、ね、いいね。そうやって待っててくれてる感が、ね、純粋なファンがいっぱいまだいるんだなって思うと、うん、温かい気持ちになるし頑張れるよね。そうだね、うん、また福岡にもね、まあ福岡に限らずあの地方もいろんなところに行きたいと思っているので、うん、みんな待っててください。はい、次、最近の嬉しかったこと、あ、そう、これもねちょっと結構俺の中でグッときたんだけど、うん、初めて仙台に行ってずんだシェイクを飲めたことです。美味しかったです。これが嬉しかったことね。悲しかったこと、うん、牛タンが食べられずに帰らなきゃいけなくなったことです、うん、なんでだと思う？わかんないでしょ。時間がなかったんで。なぜかというと、その牛タンに使おうと思っていたお金でピストリップの物販でチェキを買った。なるほど。だから食べられなくなっちゃったんで。なるほど。ね、そしたら、はい、なんと、うん、トモさんが舌を出してるチェキをゲットすることができました。そう、はいはいはい、タンつながり、はいはい、あ、タンだってある意味お腹でいっぱい胸いっぱい。うまい。いいメール、いいメール。あ、で、ちゃんと写真もね。そう、写真もベロタン出してるね、うん、写真送ってきて、仙台大好きっていう。わ、すごいすごい。いいね、ラジオっぽいわ。気象転結が、うん、すごいいい。俺たちもすごい楽しめるし、うん、いい。面白かった。結構ね、みんなこういうのを気象転結、うん、オチがあるのを送ってきたりしてくれるし、うん、多分ね、みんなもそれをしないと送りにくいっていうのもあって、うん、結構送らないメールをが今までちょっと少なかったのもあるんだけど、はい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 、全然そういうの関係なく、あの、うん、あったらあったで面白いけどね、送ってくれることが大事なので。そうだね、ぜひぜひそういうのも送ってもらいたいと思います。はい、結構まだまだいっぱいあるんだけど、うん、駆け足でいきますね。はい、今回のツアーで美味しかったものは何ですか？記憶が新しいので言うとやっぱ牛タンかな。牛タンのね、美味しい部分ね。うん、美味しい部分の牛タンがあるんですけど、俺たち発見しちゃったんだね。そう、バカうま。バカうまね。アホ、あのうまさはアホなんかトモとトーヤが共感してくれてない感じ。そうでもなかった。それはだって一枚なんだからさ、うん、そうだね。であるだろう。ああ、美味しい部分がね。違うとこもあるだろ。そうなんだけど。そのなんかでも気づいちゃったんだよね。あるんだ。当たり前ね。ぜひね、さっきの人はね、次行った時はね、そうだね、その美味しいとこ食べてほしいな。はい。うん、じゃあ次、あ、もうこれはもう写真を見せますね。うん、白手長猿、怒ってる白手長猿の写真を見せます。なんでこの人がこれ怒ってあ、これこれ、はい、ゆう、はいはい、ゆうさん、るいさん、こんにちは。はい、せっかく新コーナーができたので何かないかなと思っていたのですが、以前旅行に行った母から送られてきた写真が意味不明でめっちゃ笑ったのを思い出したので送ります。これ絶対にナスだと思うんですけど、ゆうさんとるいさんはどう思いますか、うん、っていう写真。いやいやいや、お題に沿ってる珍百景すぎるでしょ。でこういうのを求めてるよね。うちはって言ってるもんね。そうそうそう、すごいイチゴって言ってるナスなんだよね。わけがわかんないわ。でヘタはイチゴ感あるんだけど、あ、そうだね、体はね 100% ナスなんだよね。でだから伝わんないからわざわざ書いたんだろうね。そうだろうね、イチゴって。だから本人もナスだと認めた上でのってことだろうね。そうだよね。こんなのあるんだ。いや、すごいいいメールいただきましたね。あと一問だけ、あと一問だけいきます。あ、そう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 、うん、これだ。こんばんは、いつも楽しく聞かせていただいています、はい、
最近家にあるアニメ DVD や YouTube の子供向け動画に飽きてしまった息子にピストリップさんの MV を見せてみようと思って見せた時の反応がめちゃくちゃテンション上がってたので動画に撮った時のものです。うん、以前から私が iPhone で過去の楽曲を聴いている時に楽しそうにしていたのを思い出したから見せてみましたっていうのでね、うん、あ、クラック感じます。これ流しますから、うん、おすげえ。すげえ。幕上がりしてますね、うん、こんな感じなんですね。かわいい。かわいいし嬉しいよね、うん、こうやって次の世代に俺たちを引き継いでくれるっていうのは ね嬉しい。なかなか、ね、平均年齢もお互いに上がってきちゃうので、新しい世代の人たちをねファンに引き込めたら嬉しいと思っているので、ね、0歳から60、70歳までねぐらいまで、はい、待っているのではい、待ってるので、ライブもね、ぜひ来てください。はい、ほっこりして終わったね。そうですね、うん。今後の予定がいろいろ詰まってるので、ルイさんの方からお願いします。今後の予定、まずですね、12月24日、うん、新宿ブレイズで、はい、クリスマスライブをやります。はい、はい、メリーベル2019、はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、年が明けて、1月17日に、うん、トモトーヤのバースデーライブセンターライン、シーズン4 2年ぶりの感じプレミアムライトセンターラインが行われます。はい、祝いに祝いに来てください。お願いします。はい、で2月2日3日に、はい、まず2日の方が執事、はい、お帰りなさいませご主人様、本日はお嬢様、お嬢様ご主人様、本日はリスペクトのライブをご用意しております。はい、はい、で3日に豆をもこよ節分にというね、はい、節分イベントが行われます。はい、大阪節分ライブね、節分ライブね。はい、どっちもね江坂ミューズでやるんで、はい、遊びに来てください。はい、なかなかねそういうコンセプトライブをやるっていうのはないんで。そうだね、執事の日は、うん、今ニューエラスタイルの MC とかでもちょいちょい言ってるけど、うん、その執事に関係してるっていうかそれっぽい、うん、カフェっぽい感じの曲だったりを入れていこうと思うし、節分のところはどうなるんだろうね。怒りのあれですかね、曲たちですかね。鬼系なかったっけ。鬼系、影鬼。あ、影鬼。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。鬼入る。ああ、そっちはそっちでね、うん、曲もコンセプトに寄せていけたらいいかなと思います。はい、はい、ちょっと長くなっちゃったんですけど、うん、来週は誰が出るのかわかんないんですけど、あ、決めてあげた方がいいのかな。あ、そっかそっか。じゃあ今決めちゃおう。じゃあ、ともうみにしようか。ともみに、それ海のせいじゃん、ただ。はい、今回すごいメールをいただいたのですごいこっちもね選びやすかったし面白いメールもたくさんあったので、うん、引き続きねみんなも僕らも頑張るのでみんなもなんか面白いことこネタあったら、忘れずにこう送ってくれるとメンバーみんな喜ぶのでお願いします。はい、お願いします。なんかお題とかありましたっけ。いや、もうもうなくなったんだっけ。これからそのフォトと、はい、あと喜怒哀楽、はい、喜怒哀楽ね、うん、はい、待ってるのでお待ちしています。お待ちしてます。なんで今日のグループ名みたいな。あ、フェアリーズ、フェアリーズ。はい、そんな感じで、はい、フェアリーズでし でした。バイバーイ。